ボストック島は中部太平洋に存在するキリバス領の無人島、南部ライン諸島に属する。ステーバー島という名前でも知られる他にも、別名の多い島で、ボストークと綴りの異なるボストックアイランド、ワストックアイランド、ワストックアイランドの他、安東、レビッツ島、リーパー島などと呼ばれることもある。ボストック島は、南20度6分整形152度23分。 何10.100度成形152.383度 -10.100-152.383 に位置し、面積は24ヘクタールである。最も近い島は、ライン諸島最南端の島、フリント島で、ボストック島の南南島 158km の位置にある。カロリン島は、東 230km の位置にある。また、マルデン島は、 北北西7 0 9キロメートルの位置にある。ボストック島は、三五角に由来する幅25 3 0メートルの砂浜に囲まれている。島内には干渉によく見られる、証拠は存在せず、淡水も存在しない。加えて、淡水レンズの存在も確認されていない。ボストック島の大部分は、厚さ1メートルほどの湿った。 低炭層に根付くピソニア族の純群落である。これらの木々は最大で高さ30メートルに及ぶが非常に高密度で自生しているため、これらの下には他の植物は生育することができないほどである。ピソニア族以外には総本のボレイビア・ラポーンとサスービアム・ポーショラコストラムが生えている程度である。ライン諸島の他の島々と同様に1922年には ココヤシの苗木が移植されたが失敗に終わっている。その一方で、ココヤシが移植された近隣の島、フリント島やカロリン島では、ココヤシの自生に成功している。注目すべき動物賞としては、赤アシカツオドリ、オオグンカンドリ、コグンカンドリ、ヒメクロアジサシ、シロアジサシ、アオツラカツオドリ、カツオドリ、クロアジサシといった海鳥が挙げられる。知られている。 陸生の動物性は南洋ネズミ、青色の王を持つトカゲ、ヤシュガに青海亀に尽きる。ボストック島は1820年にロシア人探検家のファビアン・ゴットリープ・ホン・ベリングスハウゼンによって発見され、ベリングスハウゼンの乗っていた船の名前、ボストークにちなんで名付けられた。1856年に成立したグアノ島法において、 アメリカ合衆国が領有を主張したが、実際にグアノの採掘が行われることはなかった。ボストック島に過去人が居住していたことがあるかについてははっきりしていないが、南洋ネズミが生息していることから、はるか昔にポリネシア人が島を訪れたことがあると考えられる。ボストック島は結局、イギリス領のギルバート及びエリス諸島に組み込まれ、 1979年にキリバスが独立すると周辺のライン諸島の島々と同様にキリバス領となった。アメリカ合衆国による領有の主張もキリバスの独立前まで行われていたがキリバス独立後に結ばれたタラワ条約においてキリバスによる領有を公式に認め領有権の主張を取り下げている。ボストック島は現在ボストック島自然保護区に指定されている。 また、2014年に、キリバス政府は、南部ライン諸島の島、フリント島、ボストック島、マルデン島、スターバック島を々のの周辺に12海里の近領区を設定した。孤立しているため、時折訪れる科学者やヨット乗りを除いて、人が訪れることは、ほとんどない。クルーズ客船のオーシャンプリンセスの乗客は、フランス領ポリネシアからハワイへの航路の途中で、 ボストック島を見ることができる。上陸は難しいと言われており、船を接岸できる場所も停泊できる場所も存在しない。ありがとうございます。